きました。これがレモンシロップで、ここがポップブルーシロップです。じゃあまずは色が変わるシロップ、これから作っていきます。あ、2つ色が変わるみたい。じゃあまずこの青色シロップ、これでどうかけようかな。夏にぴったりです。みんなもココスみたら頼んでみてください。